ディック・クラークはアメリカ合衆国のテレビラジオパーソナリティおよびテレビプロデューサーであるニューヨーク州ブロンクスビル出身1957年から1989年まで放送されたテレビ番組アメリカンバンドスタンドで30年以上にわたって司会を務め数々のロック・ポップミュージシャンを世の中に紹介したクイズ番組ピラミッドでは デイタイムエミー賞クイズ番組司会者賞を受賞。その後、アメリカンミュージックアワードやゴールデングローブ賞を制作するディック・クラーク・プロダクションを設立し、ビジネス面においても大きな成功を収めた。また、1972年からは毎年大晦日に ABC で放送される年越し番組ディック・クラーク・エス・ニューイヤーズ・ロッキー2部の司会も務めている。 2004年12月に脳卒中を発症したため、この年の司会は、レジス・フィルビンが代理司会を務めた。2005年からは、ライアン・シークレストと共同で司会に復帰している。1983年からは、ユナイテッド・ステーションズ・ラジオ・ネットワークスで、リック・クラーク・ロックンドール・リメンバー放送開始。日本でも、FEN で放送された。 1994年にデータイムエミー賞生涯厚労賞。1999年にピーボーデ賞を受賞。2010年にはデータイムエミー賞でアメリカンバンドスタンドとクラークを称賛するトリビュート企画が組まれ号泣した。2012年4月18日、心臓発作のため82歳で死去。その若々しい顔立ちから、 アメリカで最年長のティーンエイジャーの愛称で知られた。ありがとうございます。